人類のみんな、こんにちは。僕の名前は、有欲の H、ナドゥ。はい、というわけで、これがリドリー・スコットのエイリアンのボツになった方のエンディングでございますね。そう、最後リプリーの首をエイリアンがねじ切って、で、その首を使って、パペットみたいにして、エイリアンが喋るっていうね、本当に見たかったエンディングなんですけど、配給元から許可されなくて、実際映像にはならなかったけど、本当はこういうエンディングだったらしいです。で、それがね、見たかったんで、今回、エイリアン・ロムルス、公開記念と称して、やらせていただきました、開封大好き、おしいろです。皆さん、僕のこと覚えてますか？1ヶ月ぐらいね、この被り物して、動画投稿してたから、忘れた人もいれば、鳥のチャンネルじゃないの？みたいな人もいるかもしれないですけど、そうではありません。というわけで、1ヶ月ぐらい、非常に息苦しい中動画撮ってましたけど、ついに解放されました。解放されたっていうか、好きでやってただけなんだけど、ちょっと体に限界が来たっていうことで、元のスタイルにね、戻して動画撮っていこうと思います。で、本日撮っていく動画なんですけど、じゃがじゃん、こちら、ブルームバローでございます。ブルームバロー、ついに発売されました。マジック・ザ・ギャザリング、期待の最新商品でございます。で、この期待の最新商品ね、今現在、めちゃんこ売れております。非常に好調でございますね。その理由としてはね、この可愛い動物さんたちがいっぱいいるっていうのもそうかもしれないけど、もっと強いのは放浪王の夏祭りキャンペーンでございますね。なんと6ボックス買うと、プレイマット、アートプリント、スリーブとかが、もろもろぎっしりもらえるってので、これが強すぎて、6ボックス単位で買う人が続出しております。で、このキャンペーンもね、正確にはね、6ボックス買うと全部もらえるっていう伝え方おかしくて、6パック買うごとにくじ引きが引けて、なんか当たるかもよのはずなのに、そのくじ引きが、多分6ボックスで1サイクルだからっていうので、6ボックス買うともう全部もらえるじゃんっていう、そういう宣伝のね、結果、なんか6ボックス買うと全部もらえるキャンペーンに、変わっちゃってんだよな。本来だったら6パック買うごとに引けるキャンペーンなのに、なんかマジック・ザ・ギャザリングの対象年齢とかをね、すごいよく熟知した。なんかマーケティング戦略だなと思いました。で、ちなみにこのキャンペーンは多分日本だけでしかやってないから、昨日俺の動画のコメントに、その外国の方から、なんか日本ではそんなブルームバロー売れてるのかいみたいので、なんか疑問のコメントあったから。多分日本は多分相当好調なんだろうね。で、別にね、ブルームバローそもそもね、結構セットとしていいのよ。理由としては、スタンダードローテのタイミングでもあるんで、そう、今まで使えたカードが、ガバッと使えなくなる関係上、参入もしやすいからね、初心者とかもこっからマジック始めるってのは、割かしおすすめできるんで、なんかいろんな意味でね、ブルームバローを買う理由になってるんだけど、それ以上に強いキャンペーンが放たれたことによって、なんかわけわかんないぐらい売れてんね。で、このわけわかんないぐらい売れてんのは、いいことでもあり、ちょっとね、寂しいポイントもあんのよ。シングルがね、バカ安いんだ。カードゲームのシングルって、やっぱりそのなんか強さとかさ、人気とかをさ、象徴するもんだから、やっぱりいいカードとかさ、高くあってほしいけど、そのキャンペーンのせいで、バカほど開封されるっていう理由から、結構今シングルね、どれも安いんだよな。でもそれはね、なんか単純にプレイするプレイヤーからしたら、デッキのカード揃いやすいから、いいポイントだと思うけど、なんかやっぱりね、うーんって思うな。でもあれだね、その、プレイブースターじゃない方の、コレクターブースターの方のレイズドフォイルとかは、依然としてちゃんと価値を誇ってるから、なんかその人気とか希少価値みたいなのはコレクターブースターから入手しつつ、遊ぶカードはこのプレイブースターから入手しろっていうので、なんか差別化図られてんじゃないかな。で、ちなみに今回今僕ね、ワンボックス買ってきたんで、くじ引きで言うと6回引けるはずなんだけど、完全に忘れてきました。ちょっとマジでミスった。後で言ったら多分引かせてもらえると思うけど、なんかこれ買った瞬間もう満足で帰ってきちゃって、くじ引きするの忘れてたから。そうね、でもね、多分ね、ワンボックス買ったら、スリーブぐらいは当たるんじゃないかな。多分ね、何か1個ぐらいは当たると思う。その、外れで終わらないと思うから。ワンボックスだけでもある程度その、キャンペーンの恩恵受けれるんじゃないだろうか。ただね、スリーブの場合だとあれ、スリーブ20枚だから、その、まともに使える量を集めるためには、結局なんかもうワンボックス、ツーボックス買わないと、そうね、デッキ1個分にも満たない量になっちゃうから、やっぱりね、買うなら6ボックスなんかなっていう気はするけど、でも使える、6ボックスで多分使い切れねえからな。いやでも本当にね、マジでギリギリまで6ボックス購入はあったかもしれない。というわけで今日僕は、こじんまりとね、ワンボックスだけ開封していきます。こじんまりと36パックだけ開封していくけど、割かし欲しいカードもあるし、あとなんだろう、なんか俺の読みが正しければ、このブルームバローで、そのマジック・ザ・ギャザリングに、再びすごい火がつく気がしているんで、そうね、新規のユーザーさんとかにもね、見てもらえるような動画になるかもしれないんで、36パック気合い入れて開封していこうと思います。
で、まあ、その新規の方がね、見てくれること前提で、まあ、いろんなね、そのカードについての知識だとか、まあ、こういうところで使えるかもよ、みたいな話をしていく予定でもあるんで、まあ、そこもね、最後まで聞いていただけると嬉しいです。というわけで、レッツ開封。で、今回プレイブースター、まあ、日本語印刷なんで、もうレアとフォイル前から来るんだよな。だから、まずフォイルカード。で、次がもうレアなんだよな。土地かな？あ、土地だね。土地来て、で、次がもうレアのカードでございます。最初、黒の神話来い。黒の神話はやれるやつダメだった。でもね、いいね。警官の腐敗予備でございます。これ強かったな。そう、リミテッドで出されたけど、まあ、威迫持ってるからさ、普通にブロックされなくて、アタックのたんびに、ネズミ、リス、トカゲ、なんだっけ、コウモリ、トカゲ、ネズミ、リスの分だけ、そのライフルーズ発生するっていうので、これエグかったね。しかもゲインもするからな。これドレインだからだいぶ偉いね。まあ、2マナ1、3、100って、ちゃんとその除去打ってれば、単純に殴り続けられるサイズでもあるし、で、早い段階に着地もするから、まあ、相手からしてもね、まあ、相当鬱陶しい存在で。まあ、ダメージレース無視して殴ることもできれば、まあ、単純にね、そのブロックされないで打点を叩き込めるっていうのも強いカード、いいカードだ。で、次もう1枚ぐらいレア来なかった。そう、マジック・ザ・ギャザリングのこのプレイブースターは、うまいこといくとね、レアが2枚入ってるんで、まあ、レアの次のね、枠期待して開封すると良いことがあるかもしれない。で、次のパック。いや、1パック目いいね。で、あとね、今回黒いレアカードは、結構当たり多いから、まあ、この横から覗いた時に黒いカードだったらそれだけで多少テンション上げてもいいんじゃないだろうか。はい、出ました。マウスで一回クリックするだけ。これ面白いね。そう、マウスがマウスで一回クリックするだけって言ってるっていうね。こういうジョークがマジック・ザ・ギャザリング、売りです。売りではないけどな。で、フォイルが、あ、来た！レアのフォイルカード。そう、レアカードが光ることもある。そう、マジックやってない人からしたら、え、レアカードが光ったら、それはとんでもない価値になるんじゃって思うかもしれませんけど、もうほんと一律です、今、まあ昔はね、これ、フォイルカードってやっぱりまあ明らかに希少なのよ。ノーフォイルよりもフォイルの方が希少だったから高かったけど、もう昨今ね、なんだろう、なんかその希少性みたいにあんま価値なくなってきたから、マジで一律なんだよね。それどころかなんかフォイルカードは、まあその湿気を吸って反りやすいとかもあるから、時々安いことすらもあります。黒丸ガラスの救済者でございますね。で、次が、土地カード。あ、土地も、おー、すげえ！これね、ちなみにメチャンコレアです。今回土地カードは春夏秋冬で、その4つの季節で描かれてるんだけど、冬が一番出づらいのよ。で、それが光ってんのよ。もう、これ実はね、とんでもないよ。多分え？マジで6ボックス開けて1枚とかなんじゃないの？冬のフォイルみたいなのは。マジで出ないと思うから、やったぜ。森の冬フォイルでございます。で、次がレアカード、なんでしょう？緑。緑もね、実は結構いい。そう、緑今回ね、結構やる気に満ち溢れてて、生きてる11。なんでしょう？あ、出た！警官の怪力予備でございます。1マナ11トランプルだけど、アライグマ、ウサギ、カエル、リスが出るたびに、プライチカウンター乗っかってくってので、まあ、結構1ターン目に出たら、平然とその44とか55まで目指せるデザインなんで強いんじゃないかな。なんか緑はさ、自分よりでかいクリーチャーが出ると、まあ、サイズ上がってくってカードがよくあるんだけど、そのサイズ関係なく、まあ、リス、カエル、ウサギとかが出れば、サイズ上がってくってのはね、まあ、ずっと上がり続けるきっかけにもなるんで、俺これね、めちゃめちゃ強いと思ってるよ。うん。大体この手の成長するクリーチャーはもう3とか4で止まるのが常だけど、これアグロとかに入れてもね、4とか5を目指せるから、俺は好き。で、次、お、待って！伝説！なんかすごいよ。伝説レアなんじゃん。お、レアだった。レア2枚やったぜ。ゾラリーネでございます。正解を呼ぶもの、ゾラリーネ。3マナ33飛行警戒。で、コウモリ殴るたびに1点ライフ得ると。で、これ地震でも誘発すると。強い。で、戦場出るかアタックするために2マナと2点ライフ払うことによって、墓地から3マナ以下のパーマネントが、最終カウンター乗った状態で戻ってくるというので、まあ、アドも稼げますね。まあ、リミテッドとかだったら、まあ、ドシューバーに出したいね。変に出して除去合うぐらいだったら、もうめちゃんこ引きつけて、相手のそのハンドとかも尽きたタイミングまで待って出す価値があるカードだと思う。うん。飛行警戒だから、ちゃんとその回避能力もあってブロックもいけるし、で、さらに、そのね、墓地から釣ってくることもできるし、これドレインじゃないんだな。自分が L だけか、一方的に。まあ、L っていうので、まあ、ある程度、そのダメージレースを無視して動けるカード、ゾラリーネでございました。で、残りはアンコモン、コモンのカードですね。ただ、アンコモンもね、この討伐とか、まあ、結構スタンダード目線で言ったら強そうだし、てか、なんならパイオニアとかでもね、強いかもしれないから、アンコモンにも注目していきたいところ。なんかめちゃんこ気持ち悪い黒のアンコモンの生き物とかも、あれなんか下フォーマットとかでも注目されてるっぽいから、まあ意外と見どころはたくさんあると思う。で、続いてのパック。で、続いてのパック、まずはアートカードでございますね。そう、マジック・ザ・ギャザリングの美しいアートを一望できるカードでツルツルでございます。触り心地もとってもいいし、あとなんかマジックのね、インクのノリとかもいいんで、なんか落書きしたりする上でも欠かせないカードかも。で、次がフォイルカード、西岸からの、土地が島。島これ多分秋かな。多分秋っぽい感じがする。で、島の次がレアのカードで、青い、マネドリ出ろ。頑張れ。出そう。
11、お、来た！マネドリーでございますね。発売後1日で結構ね、評価が上がったカードでございます。まあ、クリーチャーのコピーになれるカードで、まあ、その戦場のね、いずれかのクリーチャーになれるんだけど、その分マナを払わなきゃいけないというので、まあ、だいぶ違う性能なんだよな。だいたいこの手のね、クローン系カードって、まあ、その4マナとかでバカでかいやつのコピーになれると、まあ、アドっていうのでよく使われるんだけど、あのね、こいつでかいのに化けようと思ったら、でかいマナ払わなきゃいけないから、めっちゃちぐわぐなんだけど、でも逆にそのちっこいのに化けるときは、すごい軽いコストで化けられるんで、そのロードとかに化けることによって、まあ、そのフルにね、進化を発揮できるという、まあ、そういうバードでございますね。そう、鳥でありバードでもあるっていう、これ、日本語からしたら謎だけど、このバードっていうのは詩人って意味だから、そうですね、あの、鳥バードなんですよね。ん？って思うかもしんないけど、まあ、鳥バードだ。で、次もう一枚レアカードで、あ、出た、すげえ！ついてるね、じゃがじゃん。おー、来た！めちゃ強パック！今回のあの、超期待の1マナートリオでございます。トリオじゃないわ、コンビでございます。玉虫色のツタウチですね。土地が出るだけで1点ダメージで、さらに新生であの、ちっこいバージョンの自分も出すことできるんで、まあ、ちっこいバージョンの自分と、この自分が出てきたら、なんと土地置くだけで、バーン！ 2 点。めちゃくちゃ強いカード。よきよき待って、これあの、プレイブーサーめっちゃいいぞ。すごい上振れてる感じがする。今のところ新ワリア出てないけど、レアのカードだけでこんだけやる気を発している。やるな。これだってまだ3パック目でしょ ?3 パック目でレアのカードが6枚あるぞ。どうなってんだよ、この国は。で、次のパック。で、次のパック、魚トークンからの、こういう果敢な波乗りでございますね。そう、カワウソさんね、めっちゃ可愛いんだよね。今回カワウソは、ま、その、青と赤に今集中的におりまして、ま、イゼットカラーでデッキを組むことができると。で、今んとこどれぐらい強いかわかんないけど、なんかアンコモのね、カワウソめっちゃ強いんだよな。果敢持っててスペル一番の軽くなるってやつがいて、で、あるとなんかコモンのさ、あの予言があのマナ軽減されるやつがいるんだけど、あれね、1マナ2ドローに変わるんで、まあ、すごい特定の状況だけだけど、1マナ2ドローになるから、カワウソさんデッキはちょっと期待かもで、次が土地のカードですね、森。多分これ秋なんだよな。で、秋の次から出てくるのがレアのカードで、お、M! でも緑の M って、あれじゃね？そうなんだよな。季節サイクルでございますね。そう、前職にある、季節サイクルの緑、周回の季節でございます。季節なのに5通りあるのは一体なんでやって思うかもしんないけど、まあ、一応5個の季節があると。で、周回の季節はね、まあ、この季節はあの、全部共通で、肉球5個分、あの、下の能力が選べんのよ。なんか一見わかりづらいけど、まあ、あの、要は、そう、5個になるように選んでいいよという、まあ、それだけの話でございます。でもね、あんま強くないんだよな。なんかね、このさ、季節サイクル5種類全部微妙なの、何なんだろうね。なんか黒はね、今現在ちょっと評価されてるっぽいけど、なんか俺からするとね、まあ、このモード選べる系って基本的には、やっぱその選べることが強みだから、あの、ちょっと弱みには作られてんだけど、なんかちょっと弱すぎないっていうのが思うところかな。まあ、緑はプライチカウンターか、アーティファクトエンチャー一層か、で、パワー最大分ドローっていうので、まあ、このパワー最大分ドローはね、まあ、選べるモードとしては結構強いかもしんない。まあ、コマンダーとかでもね、コンボ行くときの選択としてありかもしんない。そうね、なんかあの、置物一層してコンボ行くみたいなのは、ちょっとあり得る選択だと思うんで、まあ、コマンダーで使えるかな。で、まあ、さすがにレアは1枚じゃない？ああ、だね。というわけで、新ワリア1枚でした。ただ、新ワリア緑の季節で潰れちゃったのきついな。そう、ワンボックス開けて新ワリアはね、だいたいまあ5枚か6枚ぐらいだから、その貴重なスロットなんで、それが1枚緑の季節で潰れちゃった。残念だな。本当はあの黒いね、バイパーが欲しいんだけど。黒いバイパーだけは、現在この夏祭りキャンペーンでシングルの価格がね、あの、だいぶ落ち着いてる中でも、結構値段張ってるんで、まああるとこ引きたいところ。で、茨鎧の威嚇者。これ、古文のあれですね。神聖のカードです。で、蓄え放題からの、土地カードが平地。で、平地の次来るのは、ジャカジャン。おー、なんか、伝説。伝説待って、これ、グルールカラーの M は、ちょっと避けたいな。うわーっぽいわ。もう M だわ。グルールカラーの M だ。うわ、来た！ハグス。忌まわしい死後、死後獣ハグス。常にこの誰かの頭蓋骨を粉砕しますね。なんかあの、別アートでも、こいつ誰かの頭蓋骨粉砕してて、これ頭蓋骨粉砕とこいつセットなのかなと思ったけど、まあ要はここの立ち絵を切り抜かれて他の絵にね、あの、流用されてたってだけなんで、まあ他のイラスト見ると別にあの、毎回誰かの頭粉砕してるわけではありません。グルールからすごいね、あの、シンボル、クワシン X の55トランプルで出た時にライブラリの上 X 枚追放して、次の俺のターンまで使えるだから、まあ、このターン使えなくても次のターンめっちゃ使えるのに加えて、追加の土地プレイがね、あるんで、まあ、そうだね。まあ、大量に X 払ってもある程度使い切れるんじゃないだろうか。で、まあ、あと単純にこの4マナ55トランプルして戦場出してもそんな悪くないから、まあ、X イコール1でも2でもね、まあ、アドは多分取れると思うから、まあ、なんか強そうだけど、ちょっとどうだろう、なんか大振り感あるかな。まあ、俺はかなり好きで期待はされてるけど、まあ、世間はなんか何とも言ってないハグスさんでございますね。いやでも X イコール1とか2とか強いけどな。
うん、5マナでできて 5-5 トランプルと、まあ、1枚アドバンテージって悪くないし、で土地追加セットできるから、まあ、その単純にランドだったらさ置けるし、うん、俺かなりいいと思ってるけどね、俺はね。で残り、あ出た、こいつこいつね、めっちゃいいんだよな。2マナ11速攻かかんでスペルが1軽くなるっていう。だこれによって、まあ、ちょっとないかもしれないけど、あのカワウソいると1マナ軽くなるっていうドロー呪文が追加でさらに1マナ軽くなるんで、まあ、1マナ2ドローに早変わりという、これね多分っていうか、まあ、絶対強いだろう、うん、普通に2マナ11であのスペル軽くなるでも悪くないし、なんかもうワンチャンさ、モダンのストームデッキとかのさ選択肢としてありなんじゃないか。なんかあの伝術師、ゴブリンの伝術師よりも一応殴る選択があるからさ、で別にあの伝術師 2-2 である意味特にないじゃん。伝術師兼その殴るプランのカードとしてもなんかありな気がするから、なんか普通にこいつめちゃめちゃ強すぎてやべえっていう感想しかないカードだった。さすがカワウソさん、カワウソさんはすごいんだ。で次のパックレアのカードじゃねえんだよお前はレアのカードみたいに鎮座してたけど、レアのカードではないんだよな。あのね、これちょっともう一個褒めるとこあるとしたら、あのスターターキット、スターターキットっていうさ、なんか2000円でデッキ2個入ってるデッキあると思うんだけど、あれのね、イゼットカラーの方になんか2枚か3枚か入ってたんで、なんかね、あの、そこも結構いいポイントだよね。俺これ全然あの、アンコモンだけど、シングルで値段つくカードだと思ってるから、なんかスターターキットとかも解読なのかもしれない。で、次のパック。で、次のパック、またアートカード。お、サイン入りだ！サイン入りアートカードが出る確率は確かね、10% とかだったんで、まあ、非常にありがたいですね。ただね、この、アートカードっていうね、なんか市場はまだないんだよな。これが出たのはあのね、ゼンディガーの夜明けで、今から多分4年前ぐらいだと思うんだけど、4年前ぐらいにこの概念があの出だした時は、なんかこのアートカードっていうのも値段つくんじゃないかなみたいなのあったけど、まあ、全くそのマーケットはね、誕生しなかったね。そう、アートカードね、これ集めて、そのナインポケットとか入れるとめっちゃ気持ちいいんだけど、めっちゃ気持ちいいけど、なんか買ってまで集めようという勢力が、いないのと、あともうなんなら配ってるからな、なんかご自由にお持ち帰りくださいみたいので。いや、だからね、そうですね、なんかうまいこと言ってない、うん、カードだなっていう感じがします。で、ポイ捨てからの、土地カード山でございますね。で、山の次が、青い、レア、じゃがじゃん、最悪の先ぶれでございます。青 X でライブラリの上 X 枚公開して、各カードタイプにつき、それぞれその中から1枚ずつ追放して手札に加えられると。で、4枚以上のカードを追放した場合は、1個がタダでキャストできるっていうので、まあだから例えば、その X イコール10とかで、トップからソーサリー、クリーチャー、土地、インスタント、プレインズウォーカーみたいなのを選ぶことができたら1枚がタダキャストできちゃうという、まあそんなカードですね。ただね、4種類以上ね、カードタイプが散らばって回収するっていうこと自体が、まずそのデッキとして難しいから、まあなんかあの使えそうな使えなさそうなっていうカードかな。そして次が噂好きの才能でございます。まあアンコモンでございますね。ちょっと失速したか？いやそんなことないか？全然いい感じなのか？ちょっとわからんけど。次のパック、魚トークンからの、樹上の将兵。樹上の将兵からの土地カード、沼でございます。秋の沼かな？お前これ！お、ショーケース版出ました。そう、マジック・ザ・ギャザリングには時々ね、このイラスト違いのカードが出まして、で、これ多分レアだろうな、普通の落星の祈祷でございます。まあ、5マナ全除去なんだけど、相手にワンドロー与えれば、まあその全除去した後自分のあの死んだクリーチャー1匹が戻ってくるっていうので、まあ1匹全除去から救ってやるプラス、その再度出てくるんで、まあ出た時能力とかも使えるからね。まあ噛み合ったら超強いんだよな。その出た時に能力持ってるやつとかが出ると、まあめちゃめちゃアドなんで、まあ、うまいこと使えんのかなー。まあ、で、このね、5マナ全除去っていうね、動きはね、もうここ十何年かね、マジックやってきたんだけど、やっぱ全除去ってね、4マナじゃないとね、弱いんだなってことがね、もうすごいはっきりした。太陽効果は別だけど、太陽効果だけ、唯一の成功例だったな。そう、マジック・ザ・ギャザリングさ、まあ、神の怒りって、まあ、有名な全除去カードがあると思うんだけど、4ターン目のね、全除去は めっちゃ強かったのよ。でもめっちゃ強すぎるから5マナにしようっていうので、十何年5マナでやったけど、もう全部外れだったんだよね。で、ついに2年前に唯一の成功例が出たけど、成功例は強すぎるっていう。うん、だから追放じゃない版のね、太陽効果とかがちょうどいいんだろうな。で、太陽効果はもうなんか全除去運の以前のなんか、ちょっとなんかセンスな感じがするから。まあだからそれをね、まあ一旦元に戻そうということで、まあ11月発売のファウンデーションに、まあ4万の審判の日っていう、まあちょっとそのなんか神の怒りのね、コンパチみたいのが収録されるっていうことで、まあおそらく4万の全除去がまた、スタンダードになってくるんじゃないかな。だからおそらくこいつはね、5マナ全除去の、なんか最後の1枚になるのかもしれない。で、隕石製の剣で残りがコモン、アンコモンのカードと。
まあ、ゴマの前職ね、結構ね、俺はいろいろ使ったよ。いろいろ使ったけど、本当にどれもしっくり来なかったから、やっぱダメなんだろうな。そう、タルキールのなんかあの装備品とかまで一緒に破壊するやつからさ、いろいろ試してみたけど、やっぱ4じゃなきゃね、きついよな。デーガンの鱗で、そして山のカードから、次レアのカード。これ多分違うな。でもなんかいるんだよな。なんか、ムエラとかさ、あとお母さんとかさ、ムエラでございました。ゴミの策略家、ムエラ。3マナ24で、第1メインフェーズに、アライグマの数だけマナ出ると。で、積算4達成するたんびに3点ライブ得て、積算8達成するたんびにライブラリの上2枚追放して、次のターンまで使えるという、まあ、あの、舞台照らしでございますね。まあ、マナクリなんだけど、その、第1メインフェーズ開始時なんで、次からなんだよな。だ次のターンから、まあ、マナ出るけど、まあ、別にそれはマナクリとして普通か。で、積算4で、ま、ゲインするっていうので、まあ、行動しながらある程度ライフ増えつつ、まあ、その終盤になったらアドバンテージ得られるんで、なんか良さそうであるけどね、このスタッツ24っていうのが、ま、どう出るかっていうところかな。そう、グルールカラーって、まあ、ある程度はさ、その攻撃的なカラーだから、ちょ、24ってなるとさ、ちょ、攻める時の火力が弱いから、気になるけど、まあ、マナも出るし、あの、アドも稼げるしだから、まあ、普通に考えたら超強いんだけどね。まあ、どうなるかってとこですね。で、あとこのね、今回からこの第一メインフェーズって書き方に変わったんだよな。今まではその、なんだっけ、戦闘前メインフェーズとか戦闘後メインフェーズっていうので、まあ、第一、第二っていうのが、あの、言葉になってたんだけど、これね、第一メインフェーズ、第二メインフェーズっていう書き方になったことによって、あの、無限戦闘がね、できなくなるっぽいんだよね。なんかね、これね、できなくなったのか、でもなんかあの、ユーザーからの声が強すぎて、できるまんまなのかがね、すげえ定かじゃないんだよ。とりあえず概念上は第二メインフェーズになったら、あの、もう無限戦闘いけないんだよね。だからその後の、あの、来るメインフェーズってもう第三メインフェーズとかになるから、なんか第二メインフェーズの時に、その戦闘が起きる系の誘発って、もうこの言葉が変わることによって起きなくなるから、だから無限戦闘系がだいぶなくなるんじゃないかなって思ってたけど、なんかユーザーが、ちょっとそれは、みたいなので、なんかね、どうなるかわからん。その、ユーザーと公式の戦いが今始まっています。ちょっと結果は、ちょっとあの、もうこの後明らかになっていくだろうけど。まあ、どうだろうね。まあでもね、第一メインフェーズ、第二メインフェーズって書き方になることは正しいと思う。その戦闘後とか戦闘前って言うと、その前と後っていうのでさ、読み間違い起きやすいけど、さすがに1と2はさ、読み間違いないから、だからね、あの、その書き方になること自体はいいけど、まあ、無限戦闘がなくなるのも、まあ、でもどうだろうな。でもコマンダーデッキとかでさ、その無限戦闘系のデッキ組んでる人とかは、もう途端にそれ使い物になんなくなるから、まあ、さすがにちょっとそれは、きついかなっていうところはちょっと思うかな。で、次のパック。で、トークンからのイラクサの声。こいつね、なんか勇士であの、3-3になれるんだよな。で、さらに1マナであの、ディッチャマ放てるから、今回ね、白赤のこの勇士っていうメカニズムがリミテッド的に結構弱いなと思ったけど、こいつは普通にあのスペック高いから、で、しかも古文のカードだからね、なんか勇士デッキ組む上でこいつだけはね、多少まともだなっていう風に思ったかな。ディッチャが一番のは強いからな。で、次が沼。で、沼からの、次レアのカードが白。白はね、あんまないんだよな、今回。生きてる21、唯一まともな方だったわ。本質の媒介者はですね、2マナ21でライフ得るたんびにプライチカムとは乗っかっていく。で、ライフ失ったら飛行と警戒得るっていうね。回避能力を失うことで得れて、ライフ得ることでサイズが上がっていく。で、さらにね、こいつ強いのは、死んだ時に乗ってるカウンター全部他のクリーチャーに移せんのよ。で、このギミックはね、今までなかったね。この手の回復したらでかくなる系のやつはいろいろあったけど、もうそいつらをすべて過去にする性能ですね。特にね、この乗っかってるのが全部ね、移動するは、いかれてます。なぜならこの本質の媒介者から本質の媒介者に乗っかったらさ、電結の後輩者だから、そう、お前も媒介者じゃなくて後輩者なんで、そこはすごい期待だからね。な、俺これはね、いけそうだと思うけど、まあそのパイオニアとかになるのかな、まあ、パイオニアだったらね、かつてのモダンのソウルシスターズみたいなデッキが組めるのかもしれない。というわけで残りがコモン、アンコモンと。いやでもやっぱりね、なんだかんだで、あの、ブルームバローね、見た目が可愛いだけじゃなくて、カードの効果も面白いから、そうね、これで、既存のプレイヤーも、これからマジック参入しようっていうね、その新規の方も、まあ、セットで盛り上がっていけたらなと思います。タミオなんか出てきたんだけど、あ、あれか。そう、今回なんかイマジンっていうさ、なんかその、マジックのキャラクターが、このブルームバローの世界に来ると、こういう動物さんになりますみたいなコンセプトがあって、そう、なんか、擬人化、じゃないけど、これ、獣人化？獣化するのってさ、あるじゃん、それ流行りとして。だからね、その、獣からしたらたまんないよね。獣からしたら、いや、もっと獣い方がいいとか、いや、もっと人間に近い方がいいみたいなので、まあ、分かれると思うけど。
まあでもちょうどいい塩梅なんじゃないかな。なんかあの耳だけ生えて獣ですみたいなのは、なんか俺さすがに違うかなって思うから、うん、なんかこれぐらいのケモさが良いのかもしれない。というわけで、タミオはウサギになると。で、なんかリリアナはネズミになるみたいなので、うん、ちゃんとあのキャラクターがね、反映されていいですね。で、スワナの長老からの山。山これなんだこれ？秋かな？秋の山かな？で、次が、青い R の1さん。あいつか。あ、違うわ。群青の獣縛りだった。これ、カエルは強かったんだけどね。こいつのが微妙なんだよな。2マナ1さんで、まあ、パワー2以上にはブロックされないと。で、警戒もあるからブロックにもいけると。で、アタックするたびに対戦相手がコントロールしてるアーティファクトクリーチャープレインズウォーカー1個の能力を全部失わせて、サイズも2になると。で、これ2になるから、相手のクリーチャー1匹だったら、まあ、ブロックもされずに殴り続けられるっていう。まあ、そういう風にも使えて、まあ、2マナ1さんの生物としては、まあ、とんでもないスペックだよな。うん。一応そういう置物対策みたいなのにもなるから、まあエンチャントはいけないけど、アーティファクトプレインズウォーカーの能力は完全に縛れるんで、良いカードな気がする。で、絡み転がりでございますね。そう、これね、あの、アンタップ状態のクリーチャーをね、俺は熊のトークンで読み間違えたからな。アンタップ状態のトークン2つじゃなくて、熊のトークン2つをタップするって熊トークンどこにいんだよと思ったけど。でもイラストがアライグマだからさ、言いたいことわかるだろ。これめちゃくちゃ紛らわしいよ。これあの、開業する場所変えてほしい。なんかあの、カーニングモッドさ、詰めるとかでさ、マジでアンタップ上、マジで熊のトークンじゃん。うん。熊のトークン二つタップに読み間違えるやんな。俺のせいじゃないだろ。もう開業の問題だろ。日本人、相当な割合で熊のトークンだと思ってるよ。で、次のパック。で、次、食べ物でございます。食べ物からの、三強の略奪者。で、三強の略奪者の次が、沼のホイール。で、沼のホイールから、おー、なにこれ。白黒でも出たから、なんだろう。まあ、白青か白黒なんだよな。左白っていうことは。おい。あー、ケストラルでございますね。そう、鳥もね、一応今回。鳥ね、マジで今回影薄いんだよな。なんかいろんなさ、クリーチャータイプが、あって、で、そいつらがさ、まあ、各々のシナジーあるんだけど、なんか鳥ね、めっちゃ薄い感じするんだよな。というわけで、まあ、鳥の長なのかな、ケストラルさん。5マナ4号飛行で、鳥がダメージ与えるたびに2かから1個選べると。で、これね、モード全部強いんだよな。手札か墓地にある鳥が、最終カウンター乗って、まあ、踏み倒して出てくるか、鳥全部にプライ1カウンター乗っけるか、カード1枚引くっていう。まあ、ともにこれ下、てか真ん中？いや、違う、一番目が一番強いか。その墓地から鳥さ、リアニメートってなかなかすごいからね。で、しかも鳥屋の踏み倒しもできるんで、まあ、ケストラルさんかなり強そうで、次が、緑のアンカモン。そんな感じと。で、右列最終パックでございます。まずは足当ての補充兵。俺これね、めちゃくちゃ強いと思ってるけど、世間ではまあ、うんともすんとも言ってないな。1マナ21トランプルで新生でさ、11出てくるわけじゃん。え、これもう、むっちゃ強くない？なんだ、なんか俺がずれてんのかな？俺なんかトップレアかなと思ったけど、マジでうんともすんともだった。で、フォイルカードが来て、土地カード、島でございます。で、島の次がレアのカード、赤い、レア、22、なんだろう、ジャガジャン。お、これね、なんか、めちゃめちゃ期待されてるやつじゃないかな。オキビシンの挑戦者、2マナ22速攻加換で、有志で、ライブラリートップ追放して、次のターンまで、違う、ターン終了時までか。まあ、なるほどね。まあ、2マナ22速攻加換が、まず大前提強いんだよ。速攻加換2マナ22って、普通に強いから、まあ、この勇士でアドバンテージ得られるかどうかは、割かしなんか微妙なところだけど、そのターゲット取るカードってそんなないから、アドバンテージ取るのはむずいけど、まあ、2マナ22速攻加換でね、普通に相手焼きながらサイズ上がってすぐ殴れるっていうので、まあ、なんか赤いアグロにはすんなり入るし、なんかそのオーラとかはっつけて殴れるようなタイプのデッキだったらアドバンテージも得られるというので、まあ、相当期待されてるレアのカードでございます。で、レアのカードは以上と。まあ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 、右列、いい感じなんじゃないか。まあ、それなりに俺が欲しいカードが引けた気もする。マジックでフリマならアルプラクーポン配布中。で、続いて真ん中列の開封でございます。で、今回ね、あのカワウソさんデッキが組みたいから、あの乗るしかないでしょ、このビッグウェーブにみたいなカワウソさんがめちゃめちゃ欲しい。今のところ出てないで、オタマジャクシパンチ、カエルでございます。カエルのオタマジャクシパンチから沼のカード。で、沼からコクマルガラスの救済者、さっきも出ましたね。コクマルガラスでめちゃめちゃなんかいいな。なんか名前すごい素敵で呼びやすくていい。あ、で、あれは2枚だけど、うわ、微妙。超えた緑コーラーでございますね。まあ、リミテッド番長だよな。まあ、リミテでしかあんま使い道ないと思う。5マナ46で到達で、10個以上土地ある限り全体プラニプラニと。で、こいつか、タフネスがでかいやつが戦場出るたんびにライブラリートップを見て、土地だったら戦場出すっていう、まあ、通称ナドゥが行えるっていう感じですね。もう、この動作のことさ、もうなんか、
2文字にした方がいいよな。このトップめくって土地だったら出てきて、それ以外だったらそのハンドクワールみたいなのをね、もうあのなんかナドゥーと呼ぼう、これからは。うん、まあ、ナドゥーじゃないにしてもなんかあると思うからね。この挙動ってむっちゃよくあるから、なんか毎回この説明してるのね、なんかバカらしいからね。うん、なんかトップを見て土地だったら出す、あの超探検とかさ、なんかあるじゃんそういうの、うん、なんかそういうのにした方がいいんじゃないのっていうのは常々思うかな。ただね、そういうのにしまくった結果、これ何みたいな漢字2文字が大量に発生してる気がするんだよな。まあでもなんか直感的だったら覚えるんじゃないかな。あ、でモスラだ。あ、これさ、今回さ、なんかイコリアのさ、あのモスラさんもちゃんとやってきましたね。まああの、なんだっけ、こいつ巧妙の繁殖が、そう、アリーナに出てきた時にね、もうめっちゃ鳥肌立つ演出で有名、あの、繁殖がさんなんですけど、こいつも、一応あの、なんだっけ、この、ブルーンバローの姿があるらしくて、まあ当たったらちょっと嬉しいんかな。で、沼からの、青いレア、じゃがじゃん。あ、来た！嵐酔いの際の、あの、カワウソトークンが出てくるやつです。これ1マナで11の加冠トークン。で、4マナでレベル2になったら墓地からスペル回収。で、6マナで、スペル唱えるたんびに11のカワウソ生成っていうので、まあ、加冠デッキって結構ね、多分レンジ的にはね、ショートレンジかミドルレンジで、あんま長いレンジでは戦いづらいと思うのよ。だからこの、加冠デッキでこんだけマナ払うっていうさ、そのマナ振らした時を想定されてんのは、あんま良くねえなって思うけど、まあでもなんかレベル2ぐらいまでは、なんか基本の動きでありなんじゃないかな。で、あとまあ1マナで11加冠生成が、まあすでにそんな悪くないし、で、これね、1マナで11加冠生成する呪文であることが大事だね。うん。だその1マナでさ、もうもっと優秀なあの、総員の即装とかいるけど、これ自体がスペルだから、そのなんかあの終盤これ引いてきた時でも加冠誘発源になるんで、俺これね、むちゃくちゃ強いと思っております。で、リミテッドにおいても、やっぱこのレベル2、レベル3って、そう、リミテはやっぱ膠着するからね、加冠デッキへでも膠着するんで、ここがすごい偉大だった。あと今回のリミテッドね、なんか全般的にあのね、クラス強かったわ。なんかその、マナフラするシーンが多くて、3マナであの、重宝1のさ、古文のカードとかでもありがたかったんで、まあ、特にこのエンチャントクラスなんかはね、そう、もう全く無駄なくこのマナフラを解消できるから、なんか、クラス系のカードは、もっと積極的にピックしていいんじゃないかなっていうふうには思っております。で、次、アートカード。お、来た！お、違う違う、これ、こいつが欲しいカードで、こいつの実物がいるんだよな。アートカードで来られても、まあ、可愛いよね。そう、カワウソさん、ネズミさん、カエルさん、鳥さん、鳥がサーフィンしてんの、めっちゃシュールだけどね。お前飛べよって思うけど、まあ、あの、みんなでサーフィンして突撃していくっていうね。これアートめちゃめちゃ可愛いね。うん。鳥サーフィンしてんのマジでシュールだけどな。なんで鳥なんだよ。で、レアのフォイルカード、夢詰まりの幻、なんだっけ、幻惑者ですね。4マナ3、4到達で出た時にクリーチャー1匹に、マヒカウンター3個乗っけて、まあ、寝かせると。で、もし俺のクリーチャーだった場合は2ドローっていうので、これね、なんかおまけとして偉大だね。で、マヒカウンター3個乗っけてのタップは、もうかなりの除去になってるから、だから下手なバウンスとかよりも強いんで、そうだね、なんかあの除去として普通に優秀だから、なんかワンチャンスタンダードとかであり得るんじゃないかな。で、あと、なんだろう、なんかあの、すごいレンジが長くなりそうな戦いだったら、まあ、自分のクリーチャーというか自信に乗っけて2ドローに変えてもいいから、なんかドローが欲しいなっていう時はそういう使い方も一応選択肢としてはあるカードでございます。そうね、なんかこのターン中にリーサル決めに行ける時とかは、これ出てきて、その自身寝かしてドローして除去打ってパンチみたいなのがあるから、意外とこれ2ドローね、馬鹿になんねんだよな。で、山から次レアのカード、おぉ、なんか、ん？待って、黒伝説。え、黒伝説って1種類しかないじゃない？そんなことない。神話だったら多分、まあ、あれやだった。じゃがじゃん。あ、ウィックでございますね。渦巻く精神ウィックでございます。ウィックどうだろうね。まあ、4マナ2、4で、ネズミが出るたんびにカタツムリが出てくるんだけど、そのイラストとね、ちょっと効果にね、なんか合ってないところがあって、カタツムリ1匹以上も出ないんだよな。1匹いたら、そのカタツムリ出なくて、1匹いる状態だったらカタツムリがどんどんでかくなってくるんだよな。まあ、雰囲気的にはそのカタツムリのその軍団みたいなのが形成されてる感じなんだけど、まあ、イラストからしたらカタツムリが大量に出そうだから、ちょっとそこがね、なんか変だなと思った。で、3マナ起動でカタツムリ探ることによって、各対戦相手に、その探ったカタツムリ分のダメージ与えて、で、そのパワー分ドローができるっていう、なんかまあ結構コマンダー向けだけどな。まあコマンダーだったら、ジェネラルとして3色使えるし、まあ巨大カタツムリ投げつけて全員倒すこともできれば、まあ中途半端なサイズでもアドバンテージ得られるんで、まあ相当なんかコマンダー向けに作られたカードだなっていう気がするウィックさんでございました。で、次が、あ、レアまた出た。やったぜ。おきび祭り。おきび祭りでございます。5マナエンチャントで、俺のターンの間、インスタントソーサリーを、墓地から、そのコストに加えてライフ1点払うことで、まあ、フラッシュバックできると。
で、カードやトークンが、墓地に置かれる場合は代わりに追放っていうので、まあそうですね。まあ墓地から唱えられるけど、まあ唱えていったものはまあ全部追放されていくし、まあこの効果で唱えたやつじゃないものにしても、まあ全部追放されていくと。で、本当にあの嫌気がさしたら2マナで、これを探ることができるんで、まあ2マナで探った時に何も負けないけど、もう邪魔だなと思ったら消すことが一応できるというおきび祭りでございますね。まあ一応メリットの塊だけど、まあデメリットもあるっていうことで、まあ自身で探れるっていうのが、まあ実験の狂乱に似てんのかな。でも実験の狂乱はマジで、あれによってその積むから、そのニッチもサッチもいかなくなることあるから、実験の狂乱とかはね、その探る能力あるのはまあ当たり前だなと思うけど、なんか別にこれだったら、なんとかしろよと思うんで、なんかそんなね、優しさいるっていう気はしたかな。おきび祭でございました。で、次のパック。これはどうなんだろうな。なんかね、カワウソさんと本当に縁がないな。マジでカワウソさんに会えない。で、島からの、レアのカードが赤いレア。あ、M だ。生きてる M?14? ああ、カワウソさんだ。嵐を立つもの。めっちゃかっこいいね。めっちゃかっこかわいいね。うん。このなんか、魚が武器っていうのがいいですね。4マナ14速攻でインスタントが操作に唱えるたんびに、こいつのコピーが出てくると。だからコピーだから全く同じ能力持ってんのよ。だからもう一回唱えたら、こいつらがまた倍になるっていうので、そうですね。3、4回唱えたら、もうとんでもない数なんで、まあ14っていうので、まあ殴りに行っても死ににくいサイズなんで、まあ大量にコピーして、まあ殴りに行くっていうので、ありなデザインなんかな。まあ4マナっていうのでちょっと重い感じもするけど、まあ生きてターン帰ってきたらね、まあ相当な数まで化けれる可能性あるから、嵐を立つもの強そうな気はするけど、どうなんでしょうか。14な、まあ割かし焼かれづらいサイズではあって、生きてターン帰ってきそうだし、まあ14っていうサイズで、まあ33とかね、止めれるんで。なんか良さそうな、なんか絶妙なデザインだな、こいつ。強いんかな、弱いんかな。あとこれね、紛れもなく強かったね、山賊の才能さん。まあ2マナのクラスで出た時に対戦相手が土地じゃないカード1枚捨てない限りカードを2枚捨てると。まあだから要は土地2枚捨てるか、土地以外を1枚捨てるかなんだよね。なんか日本語わかりづらいけどやってることはそれなんだよな。まあ一応土地含めて他のカードを捨てるっていう、まあ選択肢はあるはあるんだよな。うん。だ土地プラス何かっていう捨て方して、まあ相手スレッショルド達成とかもできるんで、まあ相手側が選択肢あるから、まあやらないとは言えないけど、まあ基本的に土地を2枚捨てるか、それ以外を1枚捨てるかっていうのがまず要求できると。で、これレベル2がね、たった1マナなんだよね。そのたった1マナ払うと、対戦相手のアップキープごとにハンドが1枚以下だったら2点ライフ失わせるっていうので、まあハンデスして動けなくさして、どんどんライフを絞っていくっていうことができると。で、最後、レベル3になると、ドローステップ開始に手札にあるカードが1枚以下である限り、対戦相手1人につき追加のカードを引ける。あ、なるほどね。だから俺のアドバンテージが得られると。相手の反動を攻めてれば、まあ、自分がアドバンテージを得られるんで、そうですね。消耗戦の先に自分がアドバンテージを得られるカード。これレアじゃねえわ。まあ、でも紛れもなくパイオニアでね、使えるカードだと思いますんで、まあ、当たりアンコモンなんじゃないでしょうか。で、次のパック。で、次のパックが、蒸気道の突撃者。2マナ2チャンスだな。で、長草の乱と、まあ、格闘でございますね。長武器か。で、沼からのレアのカードが、白。白はね、あんまないんだよな。白レア、2、3。あー、でもあれじゃない?ロードじゃない?ロードはね、結構当たりなんだよな。警官の冒険呼びでございますね。まあ、かなり予約とかでもね、売れてたっぽくて、2マナ2、3で、ウサギコウモリ、鳥ハツカネズミが出たら、まあ、戦術維持できると。で、ウサギコウモリ、鳥ハツカネズミ全体プライチプライチ修正っていうので、まあ、基本的にね、2マナのこの全体強化のカードは、まあ、マジックの長い歴史の中で強いとされてるから、まあ、ウサギ、鳥、ハツカネズミ、コウモリっていうさ、めちゃめちゃマイナー部族であるけど、まあ、そこ強化できてるのは強いんじゃないかな、わかんないね。で、次が、アーティファクトだった。まあ、でもま、2マナロードだからね、2マナロードは、もう無心で信用しろと、俺のゴーストも支えている。まあ、多分強いだろうな。しかも今回ね、結構小粒で強いウサギとかいるから、なんかスタンダードで白ウィニーみたいなのが久しぶりに流星するのかもしれない。あ、で、進化の英雄だ。進化の英雄もね、実は売れ筋のアンコモンでして、1マナ1、1で有志でプライチカウンター乗っかっていくんだよね。で、さらに死亡時にこいつのパワー分のダメージを対戦相手に与えられるから、まあ有志でサイズ上げつつ、死亡時にはダメージにも変わるっていう。ただ有志の達成がね、どうやるんだろうな。さっきの赤いさ、レアにしても、こいつにしても、その有志は強いんだよ。有志は強いんだけど、その有志をするカードが、あんまいいのないんだよな。なんか昔のさ、テイロス機のさ、赤タングロみたいな、そのタイタンの力みたいなあったら、まあいいのかもしんないけど、なんかそういうのもないからね、まあ無理やりそういうの使っていくのかな、わからんけど。で、次が平地カード。で、平地カードから土地だ。土地ね、いやでもこれダメだ。偶和の小道一択なんだよな。
そう、前職とチレアはグーアの小道一択なんでございます。はい、というわけで、まあ、エルドレインの王権にもね、収録されてて、まあ、M21 とかにもあったかな。結構あの、なんだろう、短い間だったけど、スタンダードではね、大活躍したカード、グーアの小道でございます。なんとサクルと、まあ、好きな基本土地1枚持ってこれて、で、4枚以上土地あったら、アンタップ状態持ってこれるんで、まあ、その中盤終盤は、まあ、万能フェッチランドですね。1点ライフも支払わずに出せるし。で、まあ、序盤にしても、まあ、確定タップインとはいえ、その進化する未開地とかの上位互換ではあるんで、まあ、良いカードなんじゃないかな。ちなみに進化する未開地が、その、無色枠で、グーワの小道が金枠の理由全くわかんねえんだけど。そうだよな。これなんで？マジで答えてほしいんだけど。え、未開地がさ、灰色でさ、グーワの小道が金な理由がマジでわからんな。何が違うんだろうな。あと、ま、今回、スレッショルド、その墓地7枚以上あったら強くなるっていうカードもあるんで、まあ、グーワの小道、この切ることによって1枚さ、墓地増えるから、まあ、それとかも悪くないんでね。普通に良いカードだと思いました。まあ、スタンダード的には、まあ、かつて活躍したし、で、今回さ、スタンローテでトライオームが全部落ちたから、その3色ランドが消えたのよ。3色ランド消えたら、やっぱりその3色4色のデッキ組む時とかに、こいつ頼らなきゃいけないから、なんかなんだかんだで、なんか今の値段最安値なんじゃないのっていう可能性はあるっちゃあるよね。うん。ただ、グーワの小道はね、エルドレインの王権と M21 に収録されてるからね、結構あるのに加えて、あとなんか5000以上買ったらもらえるプロモとかでも配られたから、意外とね、流通はしてんだけど、ただその流通をちゃんと管理できてない、俺たちマジックユーザーの、ズボラさを舐めないでほしい。本当に恐ろしい数配ったやんっていうのが、なくてめっちゃ高いみたいな事象ね、もう無限にあるからね、俺らを舐めるな。うん、で、沼の笛だ、初めて聞いた。あ、沼笛初めて聞きましたね。で、次が、お、何これ、ショーケースの黒。ショーケースの黒、バイパー！まあ無理だったな。あ、骨術師の達人でございますね。噛みそうな名前、骨術師の達人。2マナ22セシで、タップすると墓地からクリーチャー唱えられるけど、その9時がいると。うん、だから9時がね、大変なんだよな。まあ、2マナで墓地から唱えられるは非常に魅力的なんだけど、まあ、9時がいて、で、まあ、唱えたやつは最終カウンターでもう二度と使えないという、まあ、そういう感じですね。まあ、ただ2マナ22セシなんで、まあ、最低限のスタッツは持ってるから、まあ、そこに期待の1枚なのかな。で、次がレアのカード。お、レア2枚だった。やったぜ。緑のレア。なんでしょう、じゃかじゃん。あー、出た。結構今作、ワースト1位クリーチャーかもしれない、霧吹きのコロンでございます。こいつマジで弱かったな。テキストね、いや、もしかしたらそんなわけないんじゃないかなっていうので疑ってたけど、ちゃんとアリーナによって実証されましたね。1マナ22なんだけど、アップキープごとにこれ以外のクリーチャーを戻さなきゃいけないのよ。これ確定です。これ以外のやつ戻さなきゃいけません。で、そうした場合、プライチカウンター乗っかるってので、これ戻せなくても乗れよ、この能力だったら。これやばいね。戻せなくても、必ず乗るんだったら、まあ、なんかデメリット兼メリットみたいなので、まあ、成立してるけど、戻したらプライチだもんね。でも絶対戻さなきゃいけないからいる場合は、ひでえカードだよな。で、まあ、一応それ以外の選択肢として、まあ、自信を手札に戻すこともできるけど、もうそれ相当困ってるような、他のクリーチャー出したくてしょうがないじゃん、その状態。いや、こいつ結構俺ワースト1位カードだと思ってます。うん、この輝き層のおこじょさんがね、多分強いカードですね。うん。マジで弱いカエルだったな。ごめんな、お前のことバカにして。でも本当に、対戦してて結構焦ったから、相手かわいそうっていうシーンあったからね。まあでもリミテ的にはね、カエルってその出た時能力のカードとかあるから、だからこの1マナ22としてじゃなくて、毎ターン戻す装置として強いことあるかもしれない。だから1ターン目とかに出てきたら全然強くないけど、その中盤終盤とかに戦場が固まった状態とかで、まあ出てきたら、まあちょっと強いかもね。もうでもだったらさ、せめてトランプル持っといてほしいね。本当に。マジで最低限トランプル持ってから、うん、ちょっと来てほしい。で、無情な交渉。1マナで、まあ、ハンデス要求のフラッシュバックがあると。で、これハンデスが別に相手が選ぶからね、な、基本的に弱いんだよな。ただ、フラッシュバックで打つとワンドローがついてるんで、まあ、イラストめちゃめちゃ好きなんだよね。イラスト本当に綺麗で、なんか使いたいなと思ったけど、まあ、多分どうにもならないんじゃないだろうか。やっぱ相手のハンド見ないで相手に選ばせるハンデスって基本的に弱いから、それが1枚だとなおさらなんで。で、フラッシュバックもね、やっぱ5マナ払ってワンドローは、ちょっときついんじゃないかな。で、平地から、で、マルチの、さっきの原爆者でございますね。まあ、そろそろレア側の重複して出てくる時期になってまいりました。まあ、36パックエイドもね、やっぱ向いてると、だんだん、レアのカードは重複しだす。で、次のパック、スズメの陣形からの、震源者。震源者からの島。で、島の次レアのカードが、黒。
バイパーあるかもよ。バイパー伝説じゃないんだよな。バイパーダメだった。あー、清掃人の才能。あ、これレアだったんか。まあレアか、このカード。まあ死亡するたびに食べ物出てくると。で、2マナで、パーマネント作るたびに2枚切削っていうので、まあこれリミテッドだとね、この切削強いね。普通にライブラリアウトを起こせるんで。だからまあ食べ物作りながら、まあこっちのライブラリを詰めていくってので、まあこのレベル2までで結構強かった。で、あとまあスレッショルドがあるデッキだったら、まあ自身のライブラリ切削してもいいんで、まあここまでは強い。で、最後はね、終了ステップ時に土地以外のパーマネント3つ作ることによって、まあ墓地からクリーチャーリアにできるっていうので、まあ食べ物いっぱいあったりすると、まあそう、ほぼノンコストで釣ってこれるんで、まあ選択肢としてはありかな。ただまあ基本的にこの1と2で結構強いカードか、もしくは全く使わないかの感じでした。まあ構築はどうなるかちょっと今のところわかんないけど、まあ面白いエンチャントクラスでございますね。で、さっきからね、ちょっとずっと思ってたんだけど、なんかね、表面の印刷汚いんだよな。なんかわかるかな、これ動画では出ないかな。なんかね、段ボールの跡みたいな横線いっぱいあるんだよな。え、何これ、ちょっと待って。日本の印刷は世界最高水準のはずなのに。世界最高水準のはずなのに。なんか時々表面汚いのあるな。たまたまかな。なんか全部が全部じゃないんだけど、なんか定期的に表面が横線入りまくってんのがある。気になる。で、次のパック。で、次のパックが多様なネズミから、これレアの新生トークンですね。かわいいな。お、何これ、おー、また来た。清掃人の才能でございますね。まあ、レアバージョン出ました。で、次が土地カードヘッジ。で、そしてそこから、お、何これ、キッザじゃない、キッザか、何しても青伝説ってさ、どっちも神話レアじゃない、キッザか鮭じゃない。M は確定、M は来た。キッザが欲しいな。いや、でも人気的には鮭なんじゃないかな。お、鮭エルージュでございます。こいつね、まあ、相当パイオニアの青炭新人とかの期待の星でございますね。そう、4マナ星星で、サイズは島の数の合計に等しいと。だ、青炭とかで、まあ、島だけが入ってるようなデッキで組むと、まあ、基本的に4マナ44は保証されてると。で、出るかアタックするたびに土地1個に、洪水カウンター乗っけて、で、洪水カウンター乗っかってる土地は、その地震のタイプに加えて島でもあると。で、これね、各ターンに1回、ソーサリーかインスタント整えるためのコストが、その洪水カウンター乗ってる土地の分だけ青マナ軽くなるんだよ。で、または無色1マナ軽くしても良いというので。まあ、出た瞬間からとりあえず青1マナ構えられるようになるんで、まあ、出た瞬間のクリーチャーって基本的にね、除去の的とかに合いやすいんですけど、まあ、青は、ま、たった1マナで、その下支えが構えられるようになるんで、まあ、それとの相性がいいっていうカードなんじゃないだろうか。そしてもう1枚レア出ましたね。ドングリ4コマンでございます。ドングリ4コマンで、これフレーバーが可愛くて有名ですね。このソーシングに数えきれないほど命を救われた。そんなね、素晴らしい送信号を手放すためには、どんぐり4個でどうだっていうね。どんぐり4個。マジで可愛いね。どんぐりどんだけ生えてねえんだよ。ただ、どんぐりって道には落ちてるけど、生えてんの俺見たことない気がするな。どっから転がってんだろうなっていう。言われてみたらどんぐりあんま見たことない気がする。あ、まだ2パックあったわ。真ん中列残り2パックでございます。じゃあ、エルージュね、なんかね、エラッとあったんだけどね、思い出せねえな。なんかこれテキストね、ちょっと違うんだよ。でも本当にちょっとだったと思う。なんかそんな、壊滅的な、テキストミスじゃなかった気がするけど、なんか多少違いました。で、次、リストー君からの、子さんの護衛ネズミ。そして、島から来る最初のレアは、お、何これ、あ、あれじゃん、確定じゃん。お、トップレア三本騎士でございます。今回ね、土地の伝説枠1種類でございません。三本騎士は、もう今回紛れもない土地のトップレアでございます。デビューに際してクリーチャータイプ1個選ぶと。で、普通にアンタップインで出てきて無色マナ加えられるのに加えて、なんと2マナタップで色1個選んで、選んだクリーチャータイプ分、そのマナが生み出せると。で、うまい子だったらね、まあ、ガイア、溶乱の地よりも強いカードとして運用できるかもしれない。まあ、その好きな色選べるからね。そうだ、青1色、緑1色、黒1色って選べるんで、まあ、ガイア、溶乱の地よりも強いこともたまにあるかもしれない。まあ、ただ2マナ必要だけどな。まあでもクリーチャータイプそんな並ばないからね。だから使うとしたらなんかコマンダーな感じはするんだけど、最低限4体クリーチャーいないとまだ増えないのよ。4体クリーチャーってね、かなり難しいから。だからね、なんか期待はされてるけど、まあ結局鳴かず飛ばずなんじゃないのっていう気はしてるんだよな。ただまあコマンダーではまあ使いやすいね。うん、だってこれ俺の吸血鬼デッキに入るわけでしょ。もう難なく。なんかもうイラストのさ、なんかその情景が全然噛み合わないけど、もう吸血鬼デッキもう難なく入るわけでしょ。ここにエドガー・マルコフとか住んでるわけでしょ。むちゃ違和感なんだけど。むちゃ違和感だけど、で俺のスピリットデッキにも入るでしょ。難なく。スピリットもね、エドガーもね、どっちもそのトークンで、まあ、10匹とか並ぶから、うん、
両デッキに難なく採用できるカードなんで、まあ、個人的にはありがたいけど、まあ、多分もうコマンダー主戦場のカードで終わるだろうね。スタンダードパイオニアはさすがに4体クリーチャーって厳しいから、まあ、コマンダー用だけど、コマンダーででもバカ重要あって、でも英語版とか、まあ、いつまで経ってもすごい高い買い取りされるんじゃないかな。そんな気がする。で、次、神聖トークン。まあ、神聖トークンやっぱね、可愛いね。なんかいろんなクリーチャーのあの子供の姿が見れます。可愛い。で、非道な二人組からの土地カード。で、土地の次レアのカードが、白のある落星の祈祷。まあ、さっきのショーケース版の、ま、通常の方、あ、待って、レア2枚あったわ。では、出たこいつ。こいつ結構強いんだよな。まあ、2マナ3、3で1マナで墓地のカードが追放できる。で、4種類以上追放してると、77トランプルになると。これね、トランプルなのが偉大ですね。まあ、同じく緑で墓地を食うクリーチャーで、まあ、有名なアサルナンデーがいますけど、まあ、アサルナンデーの方が多分強いは強いと思う。さすがにね、ナンデーの方が強いは強いと思うけど、でもトランプル持ってんのはね、結構でかいのと、あとま、元が3、3なのがでかいね。だから2ターン目2機を用として出てきて、そう、なんでなんかさ、まあ、相手の次のアクションでアタック止まることあるけど、まあ、これ後手とかでも結構殴れるサイズだから、そうですね、そこは強いんじゃないかな。なんでとどっちが強いかね、かなりむずい。あとはこれ無色マナで払えるのはもう圧倒的に強いね。そう、なんでね、あの、ミドマナーの指定されてるから、だからかつてあの、モダンのジャンドとかがさ、うわ、墓地食いてえけど緑1個しか出ねえみたいな状態よくあったんで、まあ、そう考えるとこっちは強いんかな。トランプルあるもんな。いや、でもなんでの原因できえからな。ちょっとあの、原因できるなんでか、トランプル持ってる、こいつかっていうところで分かれるんじゃないかな。なんでが墓地を食い出して、あの、どんどんライフが離れていく時のあの絶望感もやばいし、こいつがトランプル持って殴ってきた時の絶望感もやばかった。まあ、両者ね、共に絶望を与えるクリーチャーでございましたと。で、やっぱこいつもね、こいつもなんか線あんだよな。あー、見えるかな、これ。なんかね、線というか、なんか質感が段ボールみたいなさ、なんか、俺も本当にね、神経質だからこういうの気になってしょうがないんだよな。まあでもまあこういうもんなんだろう。さあ、というわけで楽しい楽しいパック開封もまあ残すところね、12パックとなりました。12パックが少ないのか多いのかわかんないけど、まあ最終列の開封で終わりでございますと。うわ、今になってあの、放浪の夏祭りキャンペーンのくじ引けなかったのすげえ後悔してきた。もう早く引きてんだけど。で、アートカード。あ、こいつ強いね。トカゲが1点ダメージ増えるっていう。トカゲ、アライグマ。これイラストに書いたやつみんな増えるんだよな。ハツカネズミ、アライグマ、カワウソ、トカゲのダメージが上がるっていう。まあ、イラストの通りなのがね、わかりやすいね。で、シスルダウンのエンジャー、マウスで1回クリック。で、沼から、レアのカードが赤い R の1、2。1、2はあれじゃない？あの、1万のやつじゃないかな。あ、雇われ爪だ。雇われ爪ね、強いと思うんだよな。1万の1、2でアタックするたびに今1点ダメージ飛ぶと。で、2マナ起動でプライスカウンター乗っかるんだけど、1回しか使えないのに加えて、ダメージ受けてないと使えないから、まあ、でもアタック時に1点飛ぶじゃん。だからね、なんか相手かなりブロックしづらいよね。だから2、3になるかもっていうので、でも、序盤結構あの、この起動能力あるからこそ、この1点が、あの、飛び続けるっていうので、いや、いいカードだと思うよ。アグロ的にすごい良いデザイン。で、山賊の才能。まあ、あの、無駄にならないアンコモンでございます。で、続いてのパック。でもやっぱりなんかね、カワウソくんとなんか相性が悪いというか、カワウソくんが出る気配がねえな。で、竜巻の番人からの、沼。で、沼からのレアのカードが、白白って多いな、なんか。あー、ヒゲダニの先駆けでございますね。まあ、勇士達成でライブラリー上5枚見て、マナー僧侶3以下が戦場出てくるんだよな。結構強いね。で、勇士達成で、まあ、プチカンパニーでございますね。プチカンパニーは強い。で、こいつも強いんだよ。1マナー、1、2なんだけど、トークンがいる状態でアタックしたら3、2になれるから、まあアタック時限定だけど、そうね、1マナー、3、2完成なんで、まあ1マナー、3、2は歴史的に見て、強い傾向が高いとは言い難い、実は。そう。1マナー、3、2というのは、なんか歴史的に見て強い傾向が高いとは言い難いんだよな。だいたいデルバーぐらいしか成功しない気がするな、1マナー、3、2って。ちょくちょくいるんだけどね。ちょくちょくいるんだけど、なんか、実は失敗作の方が多いんだよな。マングースとかさ、あとなんだろう、あの、ドラゴンレイジチャネラーとかデルバーとかでさ、1マナパワー3ってのは、下環境ですごいんだって思うかもしれないけど、失敗作をみんなに見せてあげたい。あまたの失敗作の末にあいつらがいるからな。で、次、山からのエレアのカードが、あ、おい、来た！来たんじゃない？さすがに来たんじゃない？逃げられないぞ。逃げられない。もうお前は逃げられない。お前は、あの、カワウソサーファーだ。やったぜ！
警官の洪水予備でございます。こいつめちゃくちゃいいね。3マナ22瞬速で、クリーチャー以外の呪文が全部瞬速になると。だプレインズウォーカーとかも瞬速で出てくると。で、クリーチャーじゃない呪文となるたびに、なんとカエル、カワウソ、鳥、ネズミが全部プライチでアンタップされます。これ、あのね、これ自身も含まれてるの、マジで偉大だよな。ちゃんと自身もこれによってアンタップしてサイズ上がるし、で、これ横全部強化されるのね、やばいからね。これ伝説じゃないの、なかなかバグチックだからな。で、これによって、なんだろう、ジェスカイ流星コンボみたいな、なんか無限コンボの方でも研究できるし、まあ純粋に横に並べてその果敢強化でパンチみたいな方でも、デッキ組めるから、これめちゃくちゃいいよな。俺こいつに今のところ一番期待を寄せております。で、次が緑のアンコモン。よきよきよき。一応まあ1万8000円ぐらい払って、お目当てのレアカード1枚ゲットした。悪くない。まあ、あとはバイパー欲しいね。そう、不買口のバイパーね、まあ、現在神話レアで、まあ、一番高い値段をつけておりますけど、まあ、パイオニアのなんかデッキで組めるっぽくて、なんか面白ギミックだったからね、まあ、集まるんだったら組みたいという気持ちが非常に強いカード。で、沼からの、赤い R12。あ、これ多様なネズミでございますね。まあ、こいつもね、まあ、結構いいんじゃないかな。まあ、そのさっき、で、こいつか。これですね。神聖で、この2匹になって戦場で出てこれると。で、20日ネズミに戦闘時に2段攻撃かトランプル与えられるんだよな。これ20日ネズミ限定だけど、まあ、2匹いたら、まあ、出た瞬間から2段攻撃トランプル修正与えられるし、で、そこに除去打とう思うんだったら、このシステムの方はさ、ずっと放置されたままになるから、まあ、なかなか良いカードだよな。そうね、なんかバックアップとして強いね。こいつらがやっぱ殴るとき、まあ、一応まあ2段攻撃トランプル得られるけど、そのなんかちょっとでかいやつにこの修正与えてやるだけで、もう殺人マシンとかすんで、使っていきたいカード。そしてあと残りがアンコモンと。いや、神話レア出るかなー。だから今んとこ神話レアまだ、3、4枚しか出てないんじゃない？だからまだまだあるよね、チャンス。最後、この列に超眠ってる可能性は高い。マウスで1回クリックするだけ、カリウドの才能で森から、お、まだボーダーレス。これイマジンちゃう？黒い。なにこれ？ボーダーレス黒い。なんか楽しそう。神話だ。生きてる。なにこれ？でも SPG、スペシャルゲストが。スペシャルゲストが。そう、忘れてました。スペシャルゲスト何いたっけ？黒いの。じゃがじゃん。ネズミの軍勢か。あれ、ネズミの軍勢って何？2マナ21で同盟何枚でも入れられる。あ、なるほどね。同盟の数だけプラスつくやつか。なんか一番一番枚数必要なタイプのスペシャルゲスト出たな。だ使うとなったらその10枚とかさ、10何枚とか必要なわけでしょ。まあ、そういうカードの方があれか。結構希少価値的には高いのか。使うとなったらめっちゃ買わなきゃいけないから。まあ、当たりなんかな。これ多分もともと古文とかだよな。そうですね。同盟何枚でも入れれて、同盟いればいるほど強くなるっていう、まあ、そのシナジーの塊ですね。ザ・シナジーカード。で、次、レアのカードで、マルチで、なんかあるかな ?R43。うさぎくんかな。はい、ベイレンでございます。なんかトークンを多用する、カードですね。そう、アンタップ状態のトークン2個タップでマナ出せる。で、アンタップ状態のトークン3個タップでワンドロー。で、4個タップで、プライチカウンター3個乗っけてトランプレールと。だまあ、無限トークンとか出た状態で、まあ、無限ドローとか、まあ、無限サイズアップとか、まあ、無限マナとかできますね。ああ、だからなんか、ジェネラルとしては強いんじゃないかな。その無限トークンまで行き着いたら、まあ、何かしらで相手抹殺できるというベイレンさんでございました。で、顔面村で、残りアンコモンと。で、次のパック。ベイレン、ちなみにね、あれ、日本アート版可愛いんで、そうですね、逃走者デッキ、ベイレン組むのね、ちょっとおすすめですね。で、スワナの先導者。一応、こいつね、神話レアのカードの申請だから、多分多少出づらいんじゃないかな。だからね、申請で、そう、神話レアの申請だからね、能力マシマシなんだよな。そう、他のやつよりもね、明らかにこのテキスト量が多いっていうので、ちょっと他との違いをね、見せつけてきてますね。で、これでやっていうことはさ、こいつ出るんちゃう？関係ないかな。あんまり別にあいつ欲してないんだよな。で、島から、ショーケース。出そう！出るんか？あ、出なかった。あ、警官の冒険より、まあ、さっきから強いと噂されてる2マナ23ロードでございますね。まあ、ショーケース版もとっても可愛いね。で、次が、アンコモンと。神話レア、まだ出そうな気がする。で、スペシャルゲストは多分ね、ワンボックス1枚ぐらいだから、まあ、こいつだけなんかな。今回スペシャルゲストでなんかいいのあったっけ？なんか全然スペシャルゲストの方ね、注意しなかったから。まずそのスペシャルゲストが出たことに驚いております。で、アートカード。何こいつ死にそうなんだけど大丈夫？マジこれ？何これ？工作する光源導き。なんだっけこいつ。あ、でも、なんかすげえガリガリかと思ったけど意外と2個あったわ。
で山積みの収穫からの、土地が山で山からのまあキャ頑張れバイバー頑張れバイバー頑張れバイバー結構ねガチめにバイバー欲しいよダメだったあーでもボブだはいマジック勢がまあこの動作をすることをまあ全部ボブと呼ぶまあボブコウモリでございます。毎ターンライバリートップめくって、まあ、そのマナコスト分ダメージ受けながら、まあ、カードが回収できるってので、もう食らうダメージえげつないけど、ドローが2倍になります。で、さらに申請で、同じ能力持ったトークン出てくると、ドローが3倍になります。気持ちいい気持ちいいけど、生きてられるのかっていう疑問を思う方いるかもしれません。デッキをもうめっちゃ軽くしたら生きてます。うん、そうやって人類はね、このボブと仲良くやってきた。そのボブの魅力にね、やっぱね、勝てないんだよな。毎ターンその2枚とかさカード引けるのいかれてんじゃん。だからライフをその失う量を最小にして引き続けるというあんま健康によろしくないやり方でボブを使ってきたからまあ多分これも使うんじゃないかな。さすがにこれ申請が偉いね。うん、4マナでで11飛んでるわけじゃん。その申請のコウモリむちゃくちゃいいと思うけどな。で錆びたての暴行者からの超音波の一撃3点与えて違う4点与えて3点回復かマジで強いよな。さらっとマジ強なんだよな。そうね、アタックブロックタップ状態っていうので、止まってるやつも焼けんのよ。これね、割かしスタンダードパワー持ってるよ。リミテッドだけじゃないと思う。ゲインもあるしな。うまいこといけば。で、森から、レアのカードが、白のある、じゃがじゃん。世話人の才能。まあ、すごいね。うさぎが、マジでリアルだな。まあ、基本的にこの世界の動物さんはリアルだけど、まあ、その中でも上京したぐらいリアルだな。なんかこの、ウサギがコウモリと手繋いでるのとかもなんかリアルすぎてちょっと怖えもん。すごいなこいつ。でこれね、なんだろう、なんかそのトークン強化系のクラスで、トークン出るたんびにワンドロー。で、レベル2になった時に戦場のトークン1個コピーできると。で、レベル3になったら全体トークンプラニプラニっていうので、まあそうね、なんかまあ8マナで全部の恩恵受けれるんで、まあ終盤出てきてすぐ使うことも、まあやぶさかではないと。うん。やぶさかではないという日本語が合ってるかどうかわかんないけど、世話人の才能でございました。で、残すとこ4パック。神話レアはまだ1枚出るはず。俺は信じている。神話レアはあと1枚出る。てか出なかったらこれ右列、てか最終列、何にもなかったことになるから、絶対1枚は出る。お、3入り。3入りの、3入りのカオス君だって、ケムクジャラボディーガードからの、平地からの、神話レア出てこい。お、これあれか。ファウンテンだな。噴水湖。まあ、噴水湖をね、相当期待されてるレアの土地カードでございます。まあ、普通に無色マナ出て2マナタップでトークン探るとワンドロー。で、3マナと1点ライフ払って11の魚トークン。で、4マナで宝物トークン生成っていうので、まあ、普通にワンタップインで無色マナ加えられるのに加えて、まあ、このトークン生成で、なんかま、いろいろ悪さできるんだよな。まあ、チャンプブロックして時間稼いでもいいし、あとなんだろう、なんだっけ、異形化のさ、毎回忘れんだけど、あれ名前なんだっけ、異形化の X バージョンのやつ。異形化の X バージョンの、てか異形化に使えるわ、そもそも。うん、そうだ、これ生きてるから、まあ、いちいちトークン出して異形化に当てて、デッキからアトラクサ出してきたりとか、まあ、そういうことができるので、そうですね、噴水湖、まあ、かなりですね。その、ノンクリーチャーデッキの、ノンクリーチャーって言わないけど、まあ、クリーチャー一択デッキの異形化とかのコストに当てられます。まあ、すげえ強いですね。で、次が、白のアンコモンと。まあ、噴水湖紛れもなく強いね。ミレックスよりも強いかもしれないし、そうじゃないかもしれない。まあ、ミレックスと違って、チャンプブロックできるのめちゃめちゃでかい。ただ1点ライフ失ってるけど。あと、ま、色まだ出ないのか。まあ、でもその、ラクドス異形化とかだったら、まあ、別にミレックスじゃなくてもいいしね。あと、ま、宝物出るっていうのも何か悪さができるかもしれない。あ、アトラクサ出んじゃん。アトラクサをこれで出すこともできる。普通に。あれ、ちょっと待って、めちゃめちゃ強いんじゃない？ラクドス異形化始まるかもしれない。で、トークンカードからの、かわいいリスさん。で、リスさんからの、トークンじゃねえよ、これ、アートカードだ。で、森から、ボーダーレス。でも、季節っぽい。季節感のあるボーダーレス。うん、多分そうだろうな。まあ、白季節じゃないか。わー、巣ごもりの季節でございます。白季節はね、11トークンか、土地以外のパーマネントを追放。で、コントローラーワンドロー。これ、コントローラーワンドローのが、まあまあ当たり前って当たり前なんだけど、まあその除去を放ってもいいけど除去の場合は、まあ相手にアドバンテージがいっちゃう。で、最後に9、3個で墓地から3万円以下のパーマネント釣ってきて破壊不能カウンターが乗った状態で戻ってくると。まあそうですね。まあ除去しつつリアにみたいなのが強いんかな。まあ無条件だからね。まあ一応ワンドロー与えてるけど、うん、帰ってくることとかもないから、まあでも微妙かな。で、次が、なんか待って、これさ、印刷さ、横のカードの印刷ちょっと引き継いでんだけど、これなんかそうだよな、なんかカットのミスが起きたのが横のカードのちょっとなんか楽しい感じ引き継いでんだけど、
そうね、森林版ショーケースの が横にあったのがわかる。うわー、何これ。おー、まあ、そういうのもあるよね。うん、カードゲームだから、しょうがない、しょうがない。というわけで残すとこ2パック。まだお前は出るはず。というわけでネズミトークンからの、おー、フォイルレア出た。心配超クレメント。3マナ3マン警戒で、こいつかあなたがコントロールしていて、これじゃないクリーチャーが出るたんびにあなたがコントロールしていて、マナ総量がこれより小さいクリーチャー最大1体を対象とする。で、手札に戻すと。で、手札に戻っても、なんか特にないと。まあ、ただ、出た時発音もう1回使えるみたいな感じですね。で、俺がコントロールしてる全部のカエルが、まあ、タップで青緑加えられると。で、その代わりこのマナーはクリーチャー呪文にしか使えないっていうので、まあ、自身もこれの恩恵受けるから、まあ、3マナ3マン警戒のマナクリになると。殴ってメイン2で、そうですね、展開ができるクレメントでございます。で、島から、さあ、緑の、レア、じゃがじゃん、あ、共通の利益のため、これね、結構おもろいカードだったな。リミテで使ったけど、ミド XX で俺のトークン1個のコピーを X 個生成するんだよ。で、次の俺のターンまで、そのトークン全体が破壊不能になるんだよね。だからこれで出たやつとは関係なく、トークン全体が破壊不能になって、で、さらにトークン1個につきライフゲインもあるんで、なんか思ったよりも強かったね。だからね、なんだろう、なんかバカでかいトークンって今回いないんだよ。その33トークンとか44トークンみたいにいないから、だから基本的になんか11ばっかなんだけど、だからその11もさ、なんかこういう神聖とかに能力持ってたらすげえ強いから、だからね、なんか、噛み合い方でマジで強いね。だからこういうコモンのさ、やつでも、なんかその増えたら強いやついるじゃん。だからこういうなんか上軌道の突撃者とかがいる状態で X イコール3とか4でやって、まあ増やして、でしかも破壊不能だから、まあ次のターンまで、まあブロックとかもいけるし、ゲインもできるしなんで、なんか思ったよりも強かった。で、次もう1枚ダメだった。はい、というわけで、この長い長いね、ブルームバローの旅も、まあこれにて最後でございます。最後、僕を待ってるカードは何でしょう？神話レアは終わりなのか？終わりなのか？まだ出るのか？最後に感動を与えてくれるのか？どっちなんだい？食べ物からの建築家の才能、そして沼。さあ、一歩間違えればここで終わる。でもうまいこと言ったら2枚あるかも。緑、R、44、なんかでけえな。あー、すっげえお前！マジか！ラスト崩せずちだ！そう、これは僕がみんなに教えたカードだよ。すごっ！なんかなんかでもすごいね。なんかよくできてるなと思いました。はい、というわけで今回ね、僕が公式ウィザード・オブ・ザ・コーストさんからプレビュー枠としていただいたカードで、動画にしてね、紹介もしましたね。まあ、結構反響良かったから、まあ、クズゼ通知、なんかいろんな方に知ってもらえたんじゃないでしょうか。3マナ44到達。で、カード1枚贈呈すると、出た時に、アーティファクトエンチャー破壊できるっていうので、まあ、置物対策もできる3マナ44生物でございますね。普通に3マナ44到達で、まあ、最上盤に出てきてプレッシャーかけてもいいし、到達あるから上も止まるしっていうので、まあ、何かと強いデザインでございます。な、これなんかおまけ的についてる到達ってめっちゃ強いからね。基本的にこの3マナ44として運用しつつ、まあ、これが刺さる時もあれば、この下の能力がもっと刺さる時もあるという、とんでもない生き物でございます。で、緑はね、まあ、11月にファウンデーションで、まあ、ラノワールのエルフが登場するんで、結構3マナのね、クリーチャーって、見方変わってくると思うんだよね。だから今、まあ、それほど高い評価なくても、11月ぐらいに一変するかもしれないので、ありがたく取っておこう。はい、というわけで。以上、ブルームバロー36パック開封でした。いかがだったでしょうか？いや、めちゃんこ楽しかったですね。まだね、どういうスタンダードになるかみたいなのが見えないから、見えないからこそいろんなカードにね、ワクワクできて、より一層楽しめたと思いました。そう、本当にね、俺らが想像もしないような、ウサギさんデッキとか、カワウソさんデッキとか、トカゲさんデッキが一番強いみたいな。何そのアニマルカードゲームはみたいなさ、世界が待ってるかもしれないから。そうですね。だからね、なんか、やっぱアーキタイプが可愛いと、ちょっと笑えるからね。いや、今日も20日ネズミさんが強すぎたよっていうの、ちょっと笑えるから、まあそういう世界にね、ぜひ皆さんもこれを機に飛び込んでみてはいかがでしょうか。で、特におすすめの方法としては、まあ友人6人募って、まあカートンで買って、まあ放浪王の夏祭りをもう全部制覇するっていうね、なんかそれがやっぱいいんじゃないかな。そう、冷静に考えたらね、6人募って買えばよかったんだよな。6人募って買えば、マジで、安泰やんっていうので、今考えたら、なんで俺は一人で6個買うか買わないかで悩んでたんだろうっていう、なんか愚かさがね、より際立つなと思いました。いや、ほんとブルームバローいいよ。で、さらにね、このブルームバロー、まあ、プレイブースターでも興奮できましたけど、コレクターブースターもありますんで、こちらの開封もね、まあ、近日中、まあ、スカーサってかに上がると思いますんで、そちらもセットで見ていただければと思います。では皆さん、また次の開封動画でお会いしましょう。さよなら。YouTube メンバーシップのお知らせ。
現在開封大好きヨシヒロのチャンネルでは月額490円で限定動画にアクセス可能。旅ロケの映像からマニアックな開封動画まで幅広い動画をお届け。ぜひこの機会にチェックしてみてね。